どうも皆さん、おはボンバー、ボンバチは、ボンバンは徳島のパンブギンです。いつもご視聴とコメント、高評価、本当にありがとうございます。さあ、本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、来ましたね。はい、伝説降臨とかね、まあ、第2弾のキャンペーンとか、まあ、いろいろ、来ました。で、今回ね、まあ、サムネの通りね、まあ、伝説降臨、まあ、回すんですが、はい、新 SSR、孫悟空&ピッコロということで、まあ、これ狙ってね、まあ、回すんですけども、ごめんなさい。やっぱりね、20連ぐらいしか回せないんですよね。この月半ばっていうのをそんなにガツガツ課金ができないんですよ、私。ドッカンフェスで使いまくるから。そんな感じで。ございまして、まあ、20連だけでございますけども、ぜひね、最後までご視聴の方、よろしくお願いいたします。で、ピックアップね、まあ、見ていきます。というかもう先ほど見させていただきました。やっぱりね、伝説降臨ってね、ちょっとね、ひどいと言いますか、きつい。まあ、ここいらね、ここいら強いかなと。あ、このハイヤードラゴンちゃんも、ハイヤー、ご飯ちゃんもね、まあ、強い。まあ、このムデノーシも強いんかな。まあ、ここいらかな、出て強いのは。ぜひね、持ってない方狙ってもいいんじゃないかなとか、思ってるんですけども、やっぱり私は、まあ、これですよね。孫悟空のピッコロということで、さっさと回せって話ですよね。はい、行きましょう。ちょっとごめんなさいね。このね、バータクチーム、シューゲッシュ。外国ではパンブキのことシューゲッシュって言うんですよ。どうでもいいですね。はい、ぐるぐるバナーで、行きましょう。はい、記念すべき10年目でございます。お願いします。しょっぱな電話ね。ですよね。なんやねん。来たと思ったのお前、全然関係ない二人やんか。まあまあまあね。20連で電話な。まあ皆さんね、少しでも飯馬動画になったらええで。さあ1体目。2体目。3。足の裏。いや、ひどいよな。ね、人造人間スーパー17号の時か、まあ、結構ね、20年良かったんですよ。あの時の伝説降臨引き良かったんですけどね。あ、なるほどね。君か。君も極限来てくれたら一番嬉しいんですけどね。もう虹ですね。まあ、そんなもん、ほらな、やっぱりな。20連で出ねえよな。頼むぜ、シューゲッシュ、徳島のパンプキン。シューゲッシュ、徳島。シューゲッシュ徳島、ぜぐるぐるバナーいいんや。振りちぎれぜ何や。くぜお願いします。押し損ねたわ。ひどいさっきが5点とトランク、ヤムチャで。で、今トランクス。喧嘩でもしたんかって話ですよ。わあ、ひどいな。ひどい。もうやだやだ、もう。もうこれでね、4000円飛んでいきましたから。うわあ、もう4000円台無しですよ。うわあ。ご飯は出るのにね。いや、ご飯は出るのにの言い方がおかしいですね。すごいな。最初の10連劇場版ヒーローのご飯で、で、この20連目がテレビ版のご飯ということで、うわぁもうこうなってくるとダメ。もうこうなってくるとダメよね。もう流れないよねっていうことでございます。はい。まあ、たった20連、だけでございましたけどもね、最後まで、ご視聴ありがとうございました。もうひどかったな。まあ、ちょっと皆さんの飯馬動画になったんではないでしょうかというところでないでしょうかを噛んでいく。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。徳島のパンブキでございました。それでは皆さん、またね。チャンネル登録よろしく。